はい、ダダティクロージングチャンネルでございます。本日は、1月と2月に買ってよかった3選っていうのをね、皆様に動画撮らせていただきます。やっぱね、常にこういい買い物できるようにね、古着屋さん行ったりとか、まあ、メルカリとかネット含めてこう結構自分でリサーチしてるんですけど、今の僕の流行りは完全にこうレザーです。でやっぱ牛レザーあったり豚レザーあったり、こういろいろ昔のミリタリーもあったり、まあ、ライダースみたいなのがあったり、こういろんないろんないろんなバージョンがあるので、まあそれ追っかけていくともうほんとキリがないと思ってまして、でもやっぱり僕はもう純粋にメーカーよりこうブランドより、まあやっぱその形っていうのをすごくやっぱこう重視してて、まあこう A2 とか G1 とか、まあこういろいろなんかこうレザージャケットにも種類があったりもするんですけど、まあやっぱりその本当形がやっぱ一番ね、僕は重要だと思ってますので、まあもちろんいいブランドもあったり、でもまあ好き嫌いもあるかと思うんですけども、僕個人的にね、やっぱこうディティール重視でね、常に選んでますので、まあその辺ね、いろいろこう情報難しいこともあるので、まあ含めてね、こう詳しく知りたい方はまあ皆様ちょっと調べていただいたり、まあコメントいただいて、まあ教えていただけたらなというふうに思っております。で、今回まず最初に1戦目ですね。今日は、うかつにも最初にまず着てしまっています。で、これは、ゴールデンベアの、まあ結構ね、もう昔で言う、もうミスターアメリカみたいな、ゴールデンベアの、まあ大体これ70年から80年ぐらいの、タグになってます。で、これは A2 ジャケットかな、形で言うと。で、僕個人的に最近の流行りは、なんかそこまでやっぱり大きくない、タイプを今回探してまして、で、もともと A2 は持ってなかったので、まあこう他にレザージャケットも持ってますので、こうちょっとインナーに着れるレザージャケットっていうのを僕ちょっと今回探してまして、まあわりかしこう38サイズで、まあ USA なので、まあこれやっぱりね、着込めば着込むほど味も出ると思いますので、僕今回これちょっと買ってみました。で、これマジ本当にもう恐ろしいぐらい肉厚な、こう、革で、もちろん、こう、リブもね、ほぼ、使ってない形なので、ほら、もうすごい、もうパキパキです。これ多分着ればね、もっとこう、柔らかくなったり、クリームとか塗って、まあ、こう、自分色に育てたいなっていうふうに思ってます。で、やっぱりね、ジャケットとかも、まあ、僕個人的に言うと、こう、ちょっとこう、引っ張るぐらいで着ると、まあ、ちょっとこう、おしゃれ感も増すかなというふうに思ってます。で、これもうね、この形がそうなんですけど、このなんつうんだろうな、ここの縫い目がもうね、手がこういう風になるようにもうこう縫い目がなってて、で、肩のこうね、セットインスリーブがもうなんつうんだろうな、もう常にこういう風になってるような形で、そしてこう後ろがね、こうもっこり膨らむような形のディティールになってます。もうね、このもう洋服のね、最近こうパターンをすごい僕、まあ、気にしてよく見るんですけど、ここのまっすぐのパターンで後ろが膨らむようになっているので、まあ、ちょっとこう垂らすぐらいで着るのはめちゃめちゃこうかっこいいなというふうに思っております。で、これはこれでね、まあ、こうちょっとこう裾出したりして、こう G ジャン含めてね、こう差がありすぎるとちょっとこう違和感あったりするので、気持ちこうトレーナーとかシャツとかで、まあ、この辺のイメージをキープしてワンアクセント出すっていうのも、まあ一つのあれですね。で、まあこれ締めるんだったら僕はこうやっぱ中入れちゃうかもしれないですけど、これ38サイズでインナー用に買ったので、まあこう例えばインナーで使うならまずこう上げてあげて、まあ僕はこういうふうにね、まあこうとりあえずシンプルに入れちゃいます。で、まあ例えばインナーに着るなら、まあ僕個人的にはまあこういうふうに、スウェーデン軍のね、こう有名な M59 のフィールドコートとかをこう、まあ、中にこう着て、でこれね、結構襟がデカめでこうちょっとせり出す感じなので、まあまあこれぐらいだとね、結構こうアクセントとしては僕はすごいこう気に入ったコーデなので、ぜひ皆様もね、こう、まあ、最近だとね、デニムを中に入れるっていうコーディネートも結構多いので、まあ、僕はね、最近はこう レザージャケットというかね、レザーものを中に着るっていうのもね、一つのこうアクセントとして僕すごい気に入っているので、まあ、やっぱり素材遊びですよね。まあ、デニムがあってレザーがあって、まあ、こういうね、上着を着てっていうのだと、まあ、ちょっとこうアクセントがちょっといじられるので、
まあ、ちょっと遊びとしては僕は個人的には大好きなこのタイプですね。でまず1個目のね、こういうふうにこうちょっと着回しの効くレザージャケットね、ゴールデンベアで、しかもねこう中の形がねもう最高で、まあポケットはねこうやっぱりこうなんだろう、上からこう取り出し入れするので、ね、ほぼちょっと機能的ではないのはもうこれはもうしょうがない。まああえて多分ポケットに手が入らないように、あでも横はあるな、横はある、うん、だからこれはこれとして使えるとして、まあ、中にこうインナーとして使ってみてやるのもいかがでしょうか。で、その次2つ目ですね。でこれ前回のあの購入動画でもちょっと上げさせていただいたやつなんですけど、これ前回買った時に、まあすごくこう安い棚に入っててラックにあって、まあちょっとこうね汚れが目立ってたんですけど、まあ僕はね一生懸命こうやっぱね洋服も手かけるとすっごい、まあやっぱ愛着も増しますので、今回はまあね前の動画見ていただいた方はわかるかなと思うんですけど、ライダースですね。で、これはね、メーカーで言うとメジャーデザインコーポレーションで、これ自体はまあアメリカのメーカーだっていうふうに書いてある表記もあったので、これはもうシンプルに L サイズですけど、さっきと同じぐらいの丈よりはちょっと長めで、ライダースですね。で僕こういう形を持ってなかったので、なんか本当になんか初めて出会うこういう短丈でかっこいいライダースだったんで、まあまあもちろん激安だったので、もうめちゃめちゃもう、まあ、ちょっとこう温水とかで相当綺麗に、でまあかびちゃってる部分もあったのですごくこう綺麗に洗いまくって、で内側は内側でこう逆さにして、もうほんと水洗いをゴシゴシちゃんとブラシで洗って、まあこうねボタンとかにも結構ね青カビみたいなのもあったんですけど、僕個人的にはこれをもうまた愛着を持って新しくね命を入れ込みたいなと思ってまた作り出しました。でここちょっとまたね肩とかまた取れてるので、またちょっと綺麗に直して、やっぱねこれ買ってよかったなと思いますね。でここはね紐があるんですけど、まあ僕形的に言うとこうちょっと広がってる方が好きかなと思うので、特に紐はつけないで着たいですね。でライダースに関して言うと、まあ基本はなんかこの形、要はジップが下がっている状態が、まあ、本当のこうシルエットとして形で、まあ例えば、バイク運転する方とかだったらこういうふうにちょっと上げて上げて、ここリブの部分に風が入らないようにするのが、まあその運転の時の流儀みたいなので、まあ基本的には僕ここをちょっと広げていきたいなと思ってます。でなんかやっぱりこう形で言うとライダースなので、まあきっちりここまで着込む時は、まあ僕もうちょっと大きいサイズがいいかな。まああくまでこれは、外をこう広げた状態で着たいと思ったので、シルエット的にはこれぐらいでかっこいいかなと。そうなんかねこうやっぱ本当こうなんだろう、ライダースってこうなんか初めてこうかっこいいと思ったというか、なんかこういろんなライダースありますけどね、やっぱりこう転んでも、まあバイクで転んでもやっぱ怪我がしにくいとかっていう意味で言うと、まあ今はねいっぱいこうプロテクターみたいのついてるもあるんですけど、これはもうレザーがもう本当に相変わらずやっぱまあ転んだりしても平気なような厚いレザーなので、これはまたすごくいいな、相変わらず。でこれもねパターンで言うと結構肩がピッて入ってるタイプなので、セットインスリーブでまあちょっと肩が大きいけどやっぱすごく短丈に作ってありますね、短く作ってあります。そうで形もねやっぱちょっと気持ちこうペーパードかかってるとか下がってるのかな。でこれはこれマジ最高にかっこいいなと思って、これからちょっとね春にかけて中ちょっと薄着でね着たいなというふうに思っております。で今回でね一番僕本当に、マジで買ってよかったなと思う、この黒ですね。でまあこうミリタリーとかで結構こう茶色とか、そういうこうなんだろう明るい色のレザーとかはあるんですけど、僕個人的にね黒の、外に着るねこういう、形のねレザーを持ってなかったので今回これちょっと買ったんですけど、これはちょっと面白いディティールになってまして、
で、まあ、とりあえず着てみます。で、これマジでひたすらかっこいいです。で、これサイズで言うとちょっと大きめなので、これ内側にちょっと折り込んでます。で、折り込んでますけど、このそのうちね、僕また裁縫して中をちょっとくっつけるので、まあ、これぐらいの手の丈感にして、レザーで言うと、まあ、これぐらいのケツで、まあ、ケツちょい上ぐらいで着れて、で、まあ、これもね、まあ、個人的には、まあ、襟立ててもいいし、寝かせても、ちょっとこう、後ろにシルエットを垂らしてあげると、またちょっとかっこいいと。で、これはね、ちょっとこう、上に羽織れるタイプの、洋服が欲しかったので、これちょっとこう、だいぶ、ちょっと大きめのやつを選びました。で、これね、皆様ピンとくるかどうか、まあ、僕はちょっとあんまり詳しくなかったんですけど、これはね、ポリスジャケット。で、まあ僕もね、インスタとかでね、こう、詳しい人にお話聞いたりして、ポリスジャケットっていう形になるみたいです。で、本来の、な、その一番有名なポリスジャケットは、ドイツ軍というか、あれか、ドイツ警察のポリスジャケットで、ポッケがね、こことここに4つあるのが、普通の、ポリスジャケットで、で、背中にこう白くね、ポリスって書いてある、やつが基本なんですけど、これはね、ポケットが2つなんです。でも、形はポリスジャケットっていう形で、で、それでいてね、普通のポリスジャケットにはね、ここフックがないんですけど、フックがあるんです。で、これメーカーがね、すごくまた不思議で、これ見ていただけるかな?これちょっとまあ、なんて読むのか。ウェアナロート KG っつうのかな。で、これは、ドイツ軍の警察の、こうね、Pコートみたいな、ロングコートみたいのがあるんですけど、それ大体1990年代ぐらいまでに作られてたのかな。で、それのメーカーなんですよ。で、このメーカー自体も調べたんですけど、なんかね、アパレルラインっていうか、まあ、要は民間ラインとか、なんか基本的にはほぼ売ってなくて、だからまあ、そういうことを背景にすると、これは、まあ、その要は警察に納入されてたというものなので、まあ、実物に当たるだろうと。でも、かといって、こう、2000年ぐらいから出ているポリスジャケットのメーカーではないので、まあ、昔の形であるではあるけれども、まあ、そのアパレルラインもないから、で、実際のところは本当に、まあ、僕正直詳しくはまだわからない状態です。でも、まあ、さっき言ったように、まあ、その、ドイツ警察に納入してたこのメーカーで、もう、とりあえずマジでこの肉がすごいですよ。もうね、こう、なんだろう、こう、着た時のこう厚みと、あとね、この、締めてきた時のかっこよさ。まあ、やばくないですか、これ。そういや、これちょっとね、これ知っちゃったら多分、なんか他のレザーじゃってきっと着れないんじゃないかなって思っちゃうぐらい。この、かっこいい。で、ここのこう、なんつうんだろう、このフック。まあ僕、これちょっと大きめなので、まあこれぐらいのフックになって縛ってもいいし、まあちょっとこういうふうにね、うちに入れ込んでもいいしっていう仕様なので、これはまあその、TPO に合わせてね、着方をちょっと変えたいではいるんですけれども、もうとりあえずひたすらかっこいいと。で、まあポケットも順、まあ普通に使えますし、まあここにね、ちょっとなんかがこう、ついてた、この、ポイントがあるので、これまあなんかがついてたんだろうな。だからまあもちろん警察に納入したやつか、こう何に納入したやつか、もしくはバイクだのかなんかがちょっとわかんないんですけど、もうこれはひたすらね、もう結局こうドイツ警察にね、納入してたブランドで、もう本当にこう品質がバッチリだし、もうこんだけもう僕がもう満足するシルエットなので、もうとりあえずブランドとかいうよりは、このシルエット重視でマジ買ってよかったなと思うものなので、まあ3つ目に選ばせていただきました。でね、やっぱこうレザーは、まあなんかそのファストファッションとかで、まあこれとりあえず着れればいいみたいな洋服よりは、まあ、僕個人的にいろいろ裁縫したり、こういろいろね、カスタムするのも好きなので、まあこの、いい意味で愛着をずっと持てる、アイテムとして、僕はもうレザーっていうのを常に考えてますので、もうこれはね、もう多分一生多分
大事にいきたいなと思う。しかもこうこんだけいい革使ってるのでもうガシガシ着てもいいんじゃないかなと思うような感じです。まあね、やっぱこうメーカーに縛られることなく自分のかっこいいなと思うものを着て、まあね、これからもね外行ってこうおしゃれして、なんかまあちょっと気分でも高まればなというふうに思っております。まあね、僕個人的に言うとね、なんかこう一昨年ぐらいの12月にアキレス腱切ったり、まあ、最近ちょっと左足のねこう走ってて肉離れしたりとかね、まあこう結構多々あるんですけど、まあやっぱり僕個人的にはやっぱりねこう詰め込んででもねこう楽しいこと入れ込んで、まあこう洋服もそうですしね、自分の楽しいこと入れ込んで、まあそれでもねやっぱ他のやらなきゃ分かんないんで、まあ、とりあえずひたすら突っ込んで走りまくったりやりまくってると、まあなんかそれ以上に楽しいことがあると思うので、常に洋服もそうですね、いろいろこういろんなものに挑戦して着てみたりして、ああ新しいかっこよさを自分でまた学べればまたいいかなっていうのもあるんでね、これからも皆様ぜひご視聴よろしくお願いいたします。今後もねちょっとこういろんなアイデアにつながるような面白い動画が撮れたらなというふうに思っております。それでは今回は 1,2 月に買ってよかった3選、まあ今回はねレザーになってしまいました、たまたまですよね、でも今流行りなんで僕しょうがないです。これからもまたご視聴よろしくお願いいたします。ダルティでした。またねー。